国会はかつてのドイツの議会の名称。国会の議場一般に日本では帝政ドイツ時代のものが知られているため帝国議会とも言われ、また各時代を反映して共和国議会と分けて称されることもある。大日本帝国憲法下の日本の帝国議会もドイツ語ではと称される。ライヒというドイツ語は国という意味で、ライヒスタークは国会、国議会。 国家議会、来日議会などの訳が当てられる。英語では一般に言語のまま知られているが、訳としてはダイエットが当てられる。ちなみに帝国を意味するドイツ語はカイザーライクあるいはケイザートムである。宮廷会議がもと。この頃はまだ単にドイツ王の意見機関であって、議会としての機能は有していなかった。 ライヒスタークは新生ローマ帝国時代に初めて開設された。その後ドイツ連邦時代にバンディスタグとなったが北ドイツ連邦の時に再びライヒスタークとされた。ドイツ国成立後は帝政ドイツ、バイマル共和制、ナチスドイツと変わらずライヒスタークであった。第二次世界大戦後は東西分裂期及び東西統一後のドイツ連邦共和国ではドイツ連邦議会。 ドイツ民主共和国では人民議会にとって変わられた。現在でもベルリンのドイツ連邦議会の議事堂として使用されている建物の名称に残っている。ドイツ王が重要事項を主要なドイツ諸公に諮問する宮廷会議がもと、新生ローマ帝国の両方国家化が進むにつれて工場的に開催されるようになった。12世紀末より、 帝国盗賊が飛躍的に増加し、金印勅書で明文化され、帝国議会となった。金印勅書は新生ローマ帝国の両方国家化を著しく助長し、帝国議会を重要なものにした。帝国議会はドイツ諸行を、かろうじて帝国につなぎ止める役割を果たした。ドイツにおける身分制議会といえる。各国会選挙詳細な地党の権力掌握後、 選挙は4度行われた。1933年3月5日に行われた。この選挙の告示後に国会議事堂放火事件が発生。ナチ党政府はこれに対抗し、ドイツ国民と国家を保護するための大統領令を2月28日に発令。ドイツ共産党とドイツ社会民主党に対する大規模な弾圧を開始した。 選挙後には大規模な国会開会の儀式が行われ、民族公用の日として、ナチスドイツの祝日となった。開会後の国会では、全権入り運法が成立した。これにより国会は、立法権を失い、政府が折々により取った措置の報告を行い、必要がある場合には、承認を求められるだけの存在となった。百三十三年十一月十二日に、 行われた。ナチ党以外の政党は禁止されており、政府の発表したリストを承認するのみの投票であった。以降国会はアンシュルスやラインラント真中などの節目にのみ開かれるようになる。1936年3月29日に行われた。同時にラインラント真中への国民投票も行われた。1938年4月10日に行われた。 同時に、オーストリア併合への国民投票も行われた。これが、国会における最後の選挙となり、以降ドイツの立法府がドイツ連邦議会にとって変わられるまで、議会の選挙は行われなかった。また、国会自体も1942年4月26日を最後として開催されなくなった。ありがとうございます。